居住地に関わる件ですけども、はい、ご苦労さんです。早速あれですが、1番目の居住地問題、まあ、今までからこう適切丁寧な手続きをしてほしいということは、まずは不動産業者さんを集めて、防衛の方から、まあ、防衛なり米軍だと思いますけども、その方からこう依頼をされた、防衛さんが何かを取られたということをお聞きしました。でそういう時にもうちの方から丁寧にしてよということは申し上げております。で、この仲間をあかんとかですね、今確かに市内各地で、業者さんがいろんな物件を探しておられるというのは情報としていただいています。それはまあ噂というかそういうようなことも含めてです。で、確かに中浜お墓についても何かやっとるでということがいろんなとこから聞こえてきております。ただ具体的にどうだということはまだ分かりませんし、その、事実かどうかということも含めて、その本当にそういう施設なのかどうかということが確認できません。で、それはやはり確認をしながら丁寧に対応してほしいということを含めて、まあ、地元の説明だとかそういうことはしていかんな、もし事実であれば。ただそのことがいつ分かるのかというのが我々としてもその、まあ、微妙なところがあって、例えば一定規模以上の開発になると当然、事前の相談を含めて届け出がいりますから、でその時点で、まあ、どんなものが立つのか、まあ、今でも一緒なんです。分譲開発からこういった施設を建てるよというのは開発行為で届け出できますから、それは条件に合うように指導していきますが、ただいわゆる共同アパート、はい、分譲 の, 宅地開発だとか、まあ、そういうことで来ますので、具体的な中身がどうなのかというのが、まあ、分かりにくい。ただ今まで、まあ、峰山大宮あたりが非常に多くそういうことがありましたので、まあ、現状も今何件かそういうことで起きてますから、そういうことで把握をしていって、まあ、そういう業者さんに直接聞かんなんと思いますけども、まあ、米軍なのかその辺がちょっとよくわからないですけど、どういうか形であれ、そういうものであるなら、その時点で地元の説明、これは防衛省を含めて、させていただくなというふうに思います。で仲間お墓についてはあんまりまだ噂というか、そういう程度だというふうに思ってますけど。そうですか、はい、実際に、まあ、もう業者さんもね、まあ、我々が聞いているところでは中浜大和には、三反不動産の所有地がありますよね。ドッグランというところがあるわけですけれども、はい、その三反さんが、測量とかあるいは土地についてのまあ、様々な交渉をやっておられるようだというような、まあ、直接サンさんに僕らは確認したわけではないんですけれども、そんなことを聞いておりますし、その土地が、国道よりも山側の土地であったり、あるいはその国道よりも海側のそのドグランとあの辺りの土地であったり、するようだというような、まあ、ことではあるわけです。まあ、それからまあ他の業者についても最近の情報の中でもね、それこそ網野町でも何て言うんですかね、工芸繊維大学に貸しておられる土地の近辺のあたりを盛んに調べておられると、うん、そのどんどん聞いて、まあ、知らんわけではないというふうに言われましたけども、はい、でこの先ほど言葉の中に峰山や大宮の方でいろいろとあったことがということが言葉と言われた、それは何の件のことですか。通常今までから峰山大宮はそういう分譲開発の事業が多かった。ああなるほど、通常多いです。
この件に関わる土地のことでということでなくて、一般論として一般論として今までからずっとあるんです。これであのまあ一応はほんなその今言われたようにいつどういう状態で市はそれを把握される、うん、そしてそのまあ把握すれば説明もせんならんと言われましたけども、うん、その説明がもうここに来ますよ立ちますよというような、うん、そんな説明ならそれはちょっとおかしい、うん、と言わざるを得ない。まあ、その辺があの今うちもこ、まあ、悩んでるところというか、あ一般にもずっとあるんですね。そうでない物件も、そうそうそう、別にその米軍に供与するわけではなくてない土地も、ただその規模とかそういうことによってやっぱり、申請が上がってきますから、開発協議が、はい、うん、その時点ぐらいであの業者さんに確認するしかないから思ってます。